全国の皆さん、こんにちは。今ご紹介に預かりました、セントシェアハウス株式会社、ショートステイみんなの町いわきの近藤と申します。役職は一応施設長なんですけども、施設長と書いて用務員と読みます。私ですけども、私先ほど、岡本さんお話しあったんですけれども、八峰町の手前にあります、今三種町、旧琴岡町ですね、の角、こっちのことで神門って言われたんですけども、角に住んでおります。で、フライヤーの方には私の写真だけなんか変な被り物してるなという、この写真と多分一致しないなって思ってる方いらっしゃると思うんですけども、実は私ですね、地元で、350年ぐらい続いてる民族芸能、これ継承しております、中館板楽と言います。その時の、写真でございます。この中館板楽というのが、毎年お盆の8月13、14日の日にですね、地元で中沢立村地区ということで順番にこう公演するような形になっています。実は私の誕生日が8月13日でございます。今まで生まれてこの方、誕生日を1回もやってもらったことはございません。それはですね、理由を聞くとですね、13日、忙しい、お盆で忙しいのに、おめえの誕生日やってる暇ないと、こんな素敵な言葉をいただいております。それでですね、今日この大勢の1000人の観衆の中でお話しさせていただきますので、ちょっと私も重要なところを、お話しするのが忘れてしまえば大変だと思いますので、ちょっとだけですね、ここにこうちょっと原稿がちょっとございます。これはちょっと皆さん見なかったことにして、言っていただければと思います。それではよろしくお願いします。まずはですね、私どもの会社の概要となります。セントシェアハウス株式会社、みんなの町というこの特定施設ってあるんですけども、あれ言っちゃってますね、すみません。秋田市の方に、特定施設有料老人ホームですねがあります。で、今回お話しするみんなの町いわきは、由利本荘市の、いわき地区の、いわきの道の駅の上の方ですね、そちらの方にございます。今回のお話、みんなの町いわきで、起こった、出来事をちょっとお話しさせていただきます。みんなの町いわきはですね、今年の5月にオープンしました。実はここなんですけども、既存の建物を活用してですね、オープンしました。で、ここにやっぱり地元雇用ということで、多くの地元の方々が今も、勤めておりますし、新規開設ということで、皆さんね、やる気がみなぎって、よし、やるぞという形で、5月から始めていました。ただですね、開設間もないということで、利用者さんは少ない、そういう状況と、あと立地条件が由利本荘市の中の最北にあるということで、遠いとかいろんな部分でですね、なかなか利用者さんの確保が難しい状況でした。で、その利用者さんをまず何とか確保しようということで、職員がですね、それぞれ手分けしていろんな地区に、チラシ、パンフレットを持ってはですね、回っておったんですけども、それでもなおなかなか利用者さんがいない状況だったんです。で、そうしてる間にやる気がみなぎってた職員もですね、だんだん大丈夫かな、大丈夫かなっていう不安感に襲われてきたんですね。で、その中で、介護職員のある一人の、女性がですね、必死になってですね、その不安感を拭い去ろうということで、さまざまなアクションを起こしていたんです。彼女はですね、介護の経験者ではありましたけども、ショートステイって自宅からの送迎とかあります。その送迎とかは全然やったことなかったんです。で、車椅子の方とか送迎しますので、大型のロングバンの、
よく見かけると思うんですけども、リフト車を使用するんですね。で、その彼女というのが本当に小柄な方で、職員のみんなも大体の自家用車が軽自動車なんで、それからそういう大型のリフト車を運転するとかなり勇気がいることです。でも彼女はですね、もう私やりますと言って、その送迎の練習であったり、実際に送迎に出たり、そういうのを彼女はもう率先してやってました。で、彼女がよく言ってたのが、まずやってみなきゃわからないって。で、やってみたら少しずつ慣れてきたし、何でもチャレンジしようって、そういうことをですね、周りの職員の人たちに話すことで、周りの職員の人たちもですね、あ、じゃあやってみようかっていう、そういう形で彼女がすごく盛り立ててくださっていました。で、そういう中でモチベーションを上げてくれたのは、わ、彼女なんだなということで、私も非常に心強くて、で、いろんな皆さん不安を抱えた中で、私が目が行き届かない部分、その中で彼女、まあ、その他の職員もそうなんですけど、いろんな部分で励まし合ったり、やればできる、やればできるよ、何でもやってみようという感じで、ひたむきに頑張っておりました。6月のある日、それは起こりました。当日、その彼女がですね、出勤する予定だったんですけど、出てこなかったんです。で、もちろん無断欠勤する人でないし、で、おかしなと思いながら、まず彼女の携帯に電話しました。携帯電話は出ません。自宅にも電話しました。もちろん出ません。いや、おかしなということで、当日、まず出勤してたうちの看護師がですね、ちょっとなんか感じたようで、ちょっと自宅に行った方がいいんじゃないかなということで、職員2名がですね、彼女の自宅に向かいました。そういう話になってる時、私もちょっと、ん?と思いながら、ちょっと一抹の不安がよぎったんですね。で、2名の職員が、彼女の自宅に行って、家の中に入ったらですね、玄関で、でなくて、台所ですね、で倒れてる彼女を見つけたそうです。で、その状態でまず職員もですね、いろいろこう確認したんですけども、心肺停止の状態で、嫌な不安が的中してしまったという感じで。で、まずすぐ救急搬送したんですけども、すでに手遅れの状態だったという、ね、あまりにも突然の出来事で、私たち職員もみんな動揺しながら、どうしたらいいのか、どうしたらいいのかと、おろ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 しているような状態でした。で、その日の夕方、彼女のところに行ってきました。彼女はもちろん眠ってるんですね。で、それ見ると私はやっぱり、まあ、皆さんもそういう別れに出会ったことあると思うんです。実感が湧きません。で、まあ、お葬式もありました。そこにも参列させていただきました。ただ、それを私も認めたくなかったです。それを見ても。で、ずっとやっぱりその事実が終わった後ですね、気持ちの整理がつかず、それでもまず数日が過ぎようとしておりました。彼女が亡くなった後に、みんなの待ち受けに看取りの相談がありました。病院では治療もなく、もう1週間以上ですね、絶食状態の方です。で、どうしようかって言う前にもう迷わず受けました。で、その入居した後にですね、そのおばあちゃんですね、必死に何か訴えてるんです。声が出ないけど、何か訴えてるんですけど、どうしても聞き取れなかったんですね。で、何を訴えてるのかなと思いながら、その次の日ですね、まだ訴えていたので、本当に口の耳元のとこう口元のところにこう耳持ってって、聞いてたらですね、本当に力を振り絞る声で、ママ食べたい、ママ食べたいっていう、そうはっきり言ってたんです。
なので、そのことをですね、まず聞き取りだって、うちの看護師に話したら、看護師がよしということで、すぐゼリーを用意しました。で、すぐ、食べれる体制で確認しながら食べたらですね、1週間以上絶食してたおばちゃんがですね、そのゼリーを美味しそうに食べてるんです。一口一口、本当に噛みしめるように食べてたんですね。それを見て私もぐーっと来てですね、もっと早く気づいてあげれればよかったと思いながら、その3日後にそのおばあちゃんは天寿を全うされました。で、その時ですね、亡くなって、まあ、息子さん夫婦にご連絡してうちの方にこう来られたんですけども、その息子さんのお嫁さんからお話がありました。今日はそこのおばあちゃんの連れである夫の命日だったと。で、退院する前というか、相談あった時も、もう退院する時もドクターの方からもう退院後多分1日2日山場で持たないだろうというお話は受けておりました。でもですね、そのおばあちゃんはですね、ゼリーを食べたりして夫の命日までね、持ちこたえたというすごい生命力、この同じ日に天寿を全うされた、この素晴らしいことに出会えたことが、私もすごく感謝の気持ちでいっぱいでございました。で、その後ですね、うちの方では、2名の方の看取り介護に携わらせていただきました。すべてですね、みんなの町いわきの職員の心の中には、その志半ばで亡くなった彼女の思いがいつもあります。彼女は何でもチャレンジするっていう、これは私どものもう心の中にもう刻まれて、これを原点として頑張っております。で、私たちはですね、新たな試みとしてですね、ドクターの指示のもと、摂食嚥下に困っている方々の受け入れを行っております。鼻から管を入れたりですね、色を胃からこう栄養を入れる、そういう方々の中でもですね、必ず食べられる方がいらっしゃいます。生きることは食べる喜び、小山珠美先生がいらっしゃるんですけども、このことをですね、私たちも、伝え続けていきたいということで、私たちはこのことをずっと実践していきたいと思います。志村さん、私たちはあなたが思っていたことを一つずつ形にしていきたいと思います。温かく見守っていてください。ご清聴ありがとうございました。